スターホース3プレミアカップファイナル。ただいまよりプレミアカップを開催します。東京競馬場、天候は晴れ、馬場状態は芝、ダートともに寮で行われます。出場全14チームを紹介します。飛び出した14頭、なかなかいいスタートを切ったようでありますが、さあ何が行くのか。どうしても鼻を切りたい13番シャルマンマガロ、やはり行きました。その外からはアスカチャンピ、5番パックンプレミア、11番イロハモヨ、内を通って4番プリンセスルカ。さあ全国から集まったスターホースの頂点に上り詰めるのはどの馬か。ピンクの帽子シャルマンマガノが先頭、内を通ってねえねえどんな気持ち。先頭はシャルマンマガノ、まだ粘っている、内から懸命にウィントンドリーム。2番手にねえねえどんな気持ち。先頭はシャルマンマガノ、まだ粘っている、12番ねえねえどんな気持ち。シャルマンマガノ先頭、この辺りで先頭はねえねえどんな気持ち。ニコステンションも懸命に追う、ねえねえどんな気持ち。先頭ねえねえどんな気持ちが勝ちました。ニコステンションは2着3着に。第1レース、1着12番、2着7番、3着13番以上のように確定しました。ゲートが開いた。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、さあ外が行くのか内が行くのか。まず予想されたように馬使い切りますが先頭です。お願い天人人。この2頭はもう一騎打ちという感じ。その後ろ10馬身くらいあってデザートイーグル。さあこの直線の向こうに最高の栄誉が待ち受けています。お逆転昇進、直線の伸び足はどうか。馬使い切りますが先頭だ。外からお願い天人人。9番デザートイーグル、馬使い切ります。先頭13番バストヤリキサー、お願い天人人も懸命に追う。ヒゲモジャキングが3番手、馬使い切りますが先頭だ。ヒゲモジャキングも懸命に追う。先頭は馬使い切ります。5番お逆転昇進、2番手にヒゲモジャキング。ヒゲモジャキング先頭、1着ヒゲモジャキング、2着は馬使い切ります。3着お逆転昇進。第2レース、1着14番、2着4番、3着5番以上のように確定しました。
飛び出した。14頭なかなかいいスタートを切ったようでありますが、さあ何が行くのか。進撃の巨人が後続をずっと離していきました。そのうちからはお試し仕様。9番ユナイテッドオール早くも2番手に行く構え。スタイルザエンプレス。さあ各陣営の思いを乗せて14頭がゴールを目指します。ラスターミッション。直線の伸び足はどうか。アルポニストマモラが3番手。先頭は進撃の巨人まだ粘っている。内から懸命にユナイテッドオール3番手にアルポニストマモラ先頭。進撃の巨人、進撃の巨人が大きくリード。緑の帽子ユナイテッドオール、ユナイテッドオールガーシュ先頭に立った。アルポニストマモラが2番手。ここで一気にアルポニストマモラだ。1着アルポニストマモラ。第3レース、1着4番、2着9番、3着5番以上のように確定しました。14頭なかなかいいスタートを切ったようでありますが、さあ何が行くのか。6番ハスキーメイファーが行く構え。そして11番電撃イロハ。そして内からは2番ウィンターアゲイン。これが1番人気の謎のスタイルであります。さあ最高の栄誉と賞金をかけてここから直線勝負です。謎のスタイルは5番手といったあたり。先頭ハスキーメイファー、ハスキーメイファーが大きくリード。電撃イロハ。そしてその後ろからウィンターアゲイン。先頭はハスキーメイファーまだ粘っている。2番手に謎のスタイル、外から懸命にスカイプレッシェル。オレンジの帽子謎のスタイル、スカイプレッシェルが2番手。12番謎のスタイル、ここで一気にスカイプレッシェルだ。スカイプレッシェル先頭、スカイプレッシェルが勝ちました。メダルヒロイリスは2着3着に謎のスタイル。第4レース、1着4番、2着9番、3着17番以上のように確定しました。14頭なかなかいいスタートを切ったようでありますが、さあ何が行くのか。どうしても鼻を切りたい。6番パンツの神様、やはり行きました。差し掛かろうとしております。ブルーアルカイザー。それから離されまして9番ダービーペリトット。さあ4コーナーを回っていよいよ全国ナンバーワンが決まります。先頭行く青い帽子はパンツの神様、内から懸命にゴールドエンブレム。先頭はパンツの神様ラブファントムが3番手、内を通ってゴールドエンブレム。先頭はパンツの神様、内から懸命にラブファントムゴールドエンブレムが2番手。パンツの神様先頭、ネゲロも懸命に追う。パンツの神様先頭2番手にネゲロ、ネゲロ先頭に立った。ネゲロ先頭、ネゲロが勝ちました。矢沢スターヒーローは2着3着に。ヒーローインタビュー。ウィン5の結果をお伝えします。第1レースから順に12番、14番、4番、4番、12番以上のように確定しました。